エスターシ出力の設定を行います。操作一覧ボタンを押して設定メニュー画面を表示します。その他の機能へを選び決定ボタンを押します。さらに選択項目画面が現れます。初期設定を選び決定ボタンを押してください。初期設定画面が表示されます。選択ボタンで設置を選び決定ボタンを押してください。設置画面が表示されます。ワイドモードまで移動してエスターシ出力の設定を選んでください。接続するテレビの S 映像入力端子に合わせてご覧の表を参考にテレビ画像が正常に表示される設定をお選びください。エスターシ出力の設定を選んだら決定ボタンを押してください。設定が保存され前の画面に戻ります。以上でエスターシ出力の設定は完了です。